ニコライ・メゼンツォフ、ニコライ・ウラジー・ミロビチ・メゼンツォフ・ユリウス歴1878年8月4日は、帝政ロシアの政治家、軍人、1871年高級副官、1877年ロシア帝国国家、評議会議員、1845年軍に入る、1853年から1856年、クリミア戦争に従軍している。 1864年憲兵隊参謀長、1874年憲兵隊副司令官を経て、1876年憲兵隊司令官兼皇帝官房第三部長官に就任した。1877年政治犯に対する集団裁判193人事件では法廷が数人の被告に重刑を課した以外、 残りを比較的軽い量刑と化したのに対し、メゼンツオフは皇帝アレクサンドル2世に検索し、その結果、景気延長の判決訂正が行われ、ロシア社会を震刊とさせた。1878年8月、サンクトペテルブルクのネフスキー大通りで、白昼、土地と自由の活動家で、元砲兵注意、セルゲイ・ステプニャク・クラフチンスキーによって視察された。 メゼンツェフは刺された直後は、致命傷とは気づかず、自邸にたどり着いた後、死去した。ステプニャク・クラフチンスキーは、事件後に、ロシアを脱出し、イギリス、アメリカを転々とした後2895年に、ロンドンで鉄道事故により死去している。ありがとうございます。